どうもポンシラです。今回はレジェンズランキングの報酬で交換できるこの車高が超上がるフラグメントをしっかり Z プラスにしてきたので使っていこうと思います。このフラグマジで厳選方法が渋くて、冗談抜きで消しゴム1000個以上は使いましたね。パーティーはこんな感じの紫染めで、今回はこのベジットに最強フラグをつけてますね。それではやっていきましょ。さあ来ましたね、お相手さんは未来パーティーにブーをぶっ刺してますね。さあブーがめちゃめちゃきついので、早いところ極ベジを反転させていきたいですね。頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。離れましょう。打撃キャン振りたいな。いやーまずい。単発で押さえておきまして、打撃キャン振ってタックル、おタックル回避いったのに危ない危ない。回避見て通常押しておいて、キャラチェン特殊でびっくりは見えない。跳ねましょうか。打撃キャン振って回避見て射撃打って OK。 噛み合った、でかい。これめちゃめちゃでかいな。そっちが出てくる。とりあえず、いや必殺残しておきましょうか。回避みたい。あーなるほど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 。 OK。 それはしっかり対策していきまして、いいよ跳ねて、まずい。単発でゆっくり押さえて、ちょっとラグいか。打撃キャン振ってうまい、合わせてくる。暴発 OK。 暴発してる。とりあえず必殺ぶち込んでおきましょう。さあ打撃キャン振って OK。 釣れたんで、さあ頑張れ。車高は高いはず。いやあんまり火力出てないな。さすがに有利属性なんできついですね。入れ込みじゃなくなってる。速回避かしかも、うまいな。いやそれはさすがにウルゴジブル君で受けるしかないですね。痛すぎる。まあこれ受けよう。もう下手に回避を使ってライジングをぶち込まれるよりはこっちの方がいいよ。何をしてるんだお相手さんは。さあここはしっかり攪拌もらいまして、いや極ベジ反転したいな。これ反転できる。 OK できた。さあとりあえず必殺ぶち込んでいきまして、オッケーオッケー、跳ねて。いやこれぶっぱ怖いな。ぶっぱ怖い、ぶっぱ怖いけど最速も取りたい。キャラチェン回避して通常ね。タックル来い。回避見て射撃打って、アマキャンはしっかりとずらしたんですが OK。 しっかりコンボもらえまして、外しましょうか。 OK OK。 カバチェン外しもしっかり決めまして、さあ極ベジ出番や。頑張れ。なんか弱くないか。アーツも引けない。まずい。これ待機稼げ。まずいまずいまずい、とてもまずい。メイン切ろう。よーし危ねえ。なんとかねアーツを潰していきまして、いやこれもあんまり火力出ないよな。フリー属性なんと結構出てる。跳ねて OK。 最速取れた、優秀。めちゃめちゃいいよ。車高結構高いよ。さあここはキャラチェンメインして、うん、ワンチャン、いや78はきついか。え捨てんの。よしよしよし、しっかり潰していきまして、跳ねてまずい。いやーなんとか回避読み決めていきまして、さあ特殊でカバチェン無効にして殴っていきましょう。さあ反転して、いやライジングでいいかな。これはもう一体落としていきましょう。どっちか。 OKOK。 それは OK。 お相手さんはコウさんと、まあこの試合はベジット君究極も結構火力出てましたし、バニ回復もかなり活躍してくれましたね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは人造人間パーティーに極ベジ4をぶっ刺してますね。打撃は振りまして、すごい独特。さあここは紫ベジットくんの射撃で殴っていきましょう。強いよこれ、めっちゃ強いよ、これめっちゃ強いよ。いいよ回避みたい。助けてくれ助けてくれ、ほんまに。うーんやばすぎたわこの試合は。さあ来ましたね、お相手さんは髪の毛パーティーにブーをピン出ししてますね。跳ねて、え回避回避でお願い。あ死ぬかも、あ死ぬかもしんない。僕のベジット君死んじゃうかもしんない。意地悪せんといてやほんまに。あっぶね、なんとか耐えていきます。あベジット君なんか死んじゃうすぐまあ切り替えて次の試合行きましょう。さあ来ましたね、お相手さんは髪の毛パーティーですかね。さあこれは色も刺さってますし、突的にも勝ってるんでやれそうですかね。頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。離れましょう。タックルかぶせてずらして、いてい、回避見て圧がうまい。こっちも回避見て圧をして、即 OKOK。 即圧対応してウルゴジブル組んで殴っていきましょうか。カバチン向こうつけて、さあ打撃打って
記録現象がちょっとだるいんで、とりあえず必殺ぶち込んでいきましょう。大きくカバチェン一回使わせた。でかいよこれ。キャラチェン回避で最速は取れる。でかい。さあ射撃打って、とりあえず特殊で、これなんだっけ、交代禁止とドロソクアップと、なんだこれ、かぶせて。でかいよ、強いよ。キャラチェン回避でもう一回最速取れまして、でかいでかいでかい。もう一発 OK。 もう一発入ったらここで外しちゃいましょう。アーツがない、アーツがなかった、最悪。ただここはカバチェンできるんで、あーなるほど、まあそれは極別でしっかり受けていきまして、はっ、今合わせたじゃん、ダゲキャンに。いやしかもカバチェン向こうつけられていきまして、いやライジングだったらまずい、やめてやめてくれ、ライジングはやめてくれ、ありがとうございます。危ねえ。さあなんとか湯逃げで玉吐きをしていきまして、これクイックアタックから攻めましょうか。さあ射撃打って単発で抑えて、うん、ワンチャン特殊あるんで、いやそれ居座れんの、それめっちゃ強いな。いやこれ必殺じゃなくてライジング来たら極ベジ捨てましょうか。もうしょうがない。オッケーオッケー。さあここはお相手さん場にないんで、とりあえずヒット確認でいいかな。うわ天才だ。ただここは湯逃げたまる。うえええええ、開発お願いお願い、開発。ただここはキャラチェン回避読み、なんだもうラグすぎてわかんねえ、なんか入った。まあ、とりあえずライジングで落としていきましょう。さあここはとりあえずタックル回避いきましょう。オッケーオッケー。さあ跳ねて交代ムーブは連れていかない、集中しろ、これマジで集中。速回避読み、オッケー、なんか入った、危ねえ。まあ、とりあえずここは究極でバニ回復していきましょう。さあこれ結構強いはず、頑張れ。うーまあ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 、クイックアタックから射撃打って単発で抑えておきまして、これ強気来るしかないんじゃないかな。打撃キャン振って、えっうまくね、こっちもかぶせていきまして、うん、なんとも言えない火力やられたし、危ねえ。まあ、これは射撃でいいでしょう、場にないんで。それは何だろう、今のは何だろう、外して、よし決まった、危ねえ。さあこれは特殊で必殺持ってきて勝ちですね。お相手さんワコウさんと、まあ、この試合はベジットの射撃火力は見せることができなかったんですが、必殺と究極の火力は見せれたんで、よしとしましょう。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは髪の毛パーティーにパンちゃんをぶっ刺したって感じのパーティーですかね。交代ムーブはつれ、あー死んじゃったやん。え、いや避けれないのか、もう最悪マジで。もうめちゃめちゃやらかした序盤に。もうこっから3立てします、マジで集中します。メイン警戒するか、タックル回避、もう一回タックル回避いきましょうか。オッケーオッケー、回避見てでいい。でここはライジング警戒してくる。おお、なんか入ったぞ、でかいよ、マジであるよ、3立てできるよこれ。ちょ なんかラグかった。オッケーオッケー、いやこれまだメインは切らなくていいな。ピュンピュンしておきまして、ソカついて、オッケー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 、ある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 ありけり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 。まあ、ここはライジングで一体落としていきましょう。頼む、読まないでくれ。うわもう最悪、もう最悪だ。え、スポーツマンシップ、ありがとうございます。本当に神様神様神様、やり合おうじゃないか。ラストウルゴジブル対決、おっと単発で抑えておいてバフ消しだけしておきましょうか。あ、え、なんか入った、ワンチャン落とすんじゃないこれ。あ最強だ。もっと強くなってから来るんだな。